こんにちは。うちの近くのアパートの外になんか大量のレコードが捨ててあって、で、なんか古いのばっかだったから、まあビートルズでもあるかなと思って、俺ビートルズが好きなので、そしたらまあいくつかビートルズのやつこいつら、あとはコラポール・マッカートニーのやつだけど見つけて、あとは他にもボブ・ディランとか、まあ好き、知ってるし、ちょっと、まあ聞いたこともあるし、たまに聞くし、好きだ、まあ好きっていうか、有名だし、ボブ・ディランとか見つけた、ロッド・スチュワートも、確かね、なんだっけ、We Are The World で歌ってるような気がするんだけど、まあどっかで名前を聞いたことがある人で、で、Queen もあって、で、まああれは中身がなくて残念だったんだけど、Queen とかあと見つけて、まあコレクションとして取っておけるかなと思って。まあ人が捨てたやつだし汚いし、どんぐらいの価値があるかなんてわからないっていうか、まあほとんど価値ないんだろうけど、まあなんていうのかな、コレクションっていうか、レコードプレイヤーすらないから聞くことはほぼきっとないと思うんだけど、なんかあとはデザインが気に入ったやつとか、あとは、まあ知ってるやつとか、これ、どれだ?これか。My Fair Lady とか、映画だったかな?なんか聞いたことあって、なんか拾ってきてみました。まあこんな人が捨てた汚いものを拾うなんてのは、まあ、みっともないと思うんだけど、普段そんなことしないんだけど、なんか、もし聞く機会があったらと思って、もう少なくともビートルズは撮っときたいなと思って。で、こういうのとかはなんか、ジャケットがなんかいいなと思って、なんかもしいつか絵でも描くときがあったら、なんかモデルっていうか、この雰囲気、がいいなと思って、あとこういうのはわかんない、この人もなんか綺麗だなと思って、でこれもなんかデザインが気に入って、これはわかんない、あこれはなんか名前は聞いたことあるなっていう人で、エルトン・ジョン、まあわかんない、もしかしたら価値があるのかもしれないけど、もしかしあそもしくは好きな人にとってはなんか欲しいなと思うのかもしれないですけど、もしそういうのがあったら言ってくれればあげてもいいんで、こういうのもなんかデザインがセクシーというか素敵だなと。あ、そうそう、これそう、裏見たらそうだ、クイーンのね、ベースの人なのかな、なんか似てるなと思って、ちょっと詳しくは見なかった、暗かったんだけど、これフレディ・マーキュリーかなと思ったんだけど、どうなのかな、ちょっと名前書いてないのかな、どうですか、誰ですか、この人たち。なんだっけ、あの、クイーンの人たち。まあいや、クイーンの人になんか似てるなと思って、もしかしたらクイーンの人なのかもしれないけど、名前書いてあるのかな。あ、そうだ。あ、次や。なんだ、わかんない。なんか、知ってる人からしたら、バカみたいって思われるかもしんないけど。わかんない。クイーンだなと思って、持ってきたんですけど、これは。暗かったんでよく見ないんですけどね。どうなのかな、ちょっと名前書いてないのかな。歌ってる人、ミュージシャンです。違うね、きっと。フレディ・マーキーじゃないね。なんか若い頃かなと思う。なんかめっちゃ似てるなと思ったんだけど。もしくは有名じゃない時のやつとかって書いてあったりして、全然違うわ、うん、なんか似てない、だってクイーンのフレディ・マーキュリーボーカルになんか顔の形が違うね、きっとね、クイーンのベースの人かなと思ったんだけど、違うっぽいですね。じゃあしょうがない、まあいいや、それはそれで、でそうで、こう何よりね、このビートルズを何枚か見つけられたのが良くて、でこのボブ・ディランもなんかかっこいいじゃんと思って、中身に確か入ってると思う、もしかしたらもう中身擦り切れて聞けないとかそういうのなのかもしれないけど、もしくはもういらない、単にいらないと思って捨てたのか、中身入ってんのか、あった、1枚、何枚組なんだろうこれ、2枚って書いてあるね、でも1枚しか入ってないっぽいですね、こっち側にも入ってるはずなんだけど、入ってる、どうなんだろう、まあレコードプレイヤーがあれば聞くこともできるから、聞いて楽しむこともできるし、音の確認とかもできるんだろうけど、まあね、日本の家にはあるんだけど、そんなカナダではない、あでもそんななんか見た感じ汚くないからわかんない、聞けそう、まあとにかくビートルズよ、ビートルズがなんかコレクションみたいなものとして取っといてもいいかなと思ったし、ちょっと今箱っていうかケースに戻してるんですけど、そうコレクションみたいにして撮っておいてもいいかなと思ったし、あとは何、もし聞くチャンスがあったら聞いてもいいかなと思って、でこのホワイトアルバム知ってる人は知ってるんだろうけど、まあこのホワイトアルバムと通称呼ばれてるこの The Beatles っていうアルバムはむしろもうもはやホワイトじゃないけど汚くて2枚組なのかな、ちゃんとで、なんかいいよ、古いってだけで、昔のってだけで、きっとそういう、いわゆる価値っていうのはまあないんだろうけど、ね。
よっぽど 初期版とか、それこそそういうのじゃないと。まあいいや。で、これはちゃんと中身入ってたし。で、これを、こっちセットで見つけられたの。通称赤版と青版。中身入ってたはず。うん、入ってるね。いいね。これはまあ飾っとくだけでもいい。飾っとくだけだとしてもコレクションにしちゃ汚いと思うけど、まあ、いいでしょう。ビートルズファンとしてはちょっと、おおと思いましたね。うん。こういうアルバム、こういうレコードのやつは見たことないので、アルバム、CD のアルバムは全部持ってるんですけど、なんか、落書きっていうかなんか名前も書かれてて、あれだね、クラム・ハントリー、クラム・ハントリーって書いてある。まあいいや、これは、アン・エマス、エマーセン、エマーセン。はい。で、これがね、見たことない。多分 CD じゃ出てないんじゃないかな、わかんないけど。The Beatles Live at Star Club in Hamburg, Germany, 1962. 1962、あ、デビューした初期の頃ですね。へぇ、ライブバージョンしかも。もしかしたらこれ全然聞いたことない曲があるかもしれない。曲っていうか、そのバージョンだったり。何の曲が入ってんのかな ?I saw standing up there. あ、好きな曲。Roll of Beethoven. Hippie Hippie Shake. Sweet Little Sixteen. And Let Me Your Comb.これ聞いたことないかもしれない。初期のビートルズは多分カバーしてる曲とかもいっぱいあると思うんだけど。Red Cells in the Sunset. Everybody's trying to be my baby. あ、これも結構好きな曲だね。Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Matchbox talking about you. Shiny shake. Long to, long to shell. Sally も好きだね。Remember you. Twist and Shout. Twist and Shout はいいね。ライブバージョンだと結構盛り上がる。Mr. Moonlight Me. Taste of Honey. Be Same.Besame mucho. Reminiscing. Kansas City. And nothing shaking little the leaves of the tree. Of a tree. To know her, to know her is to love her more. 結構好き。これビートルズのアルバムには入ってなかったような気がするんだけど。アンソロジーとかに入ってたかな。Little Queenie. Falling in love again. Ask me why. Bebop Hallelujah. Hallelujah, I love her so.全然タイトルすら知らない曲ばっか。いいですね。結構ビートルズが活躍してたあれでは時期では後期の方がどっちかっていうと好きな作品が僕は多いんですけど、初期も初期でいいのがあるって。でこれはバンドだな。ポール・マッカートニーが、ビートルズが解散した後ポール・マッカートニーが、作った結成したバンドで、これも確かアルバム持ってるんでな、CD。それと同じバージョンか分かんないけど。いいんじゃないの ?Bad on the run. お、こんなちょっとしか入ってないのか。Bad on the run と、ちょっと待ってね。Bad on the run と Blue Bird と Let me roll it. Let me roll it も好きですね。ピスカじゃない。ピカソ。Last words, drink to me. と、no words, Mrs. Vanderbilt, jet. へえ、そんな感じです。でね、このポールが最初に結婚してたこの女の人が綺麗だと思うんで死んじゃったから残念だけど。はい、じゃあそんな感じですね。まあ、聞く機会があればもっと良かったんですけど、まあしばらく少なくともこのアパートを引っ越すまではとりあえずどっかに、まあ、スペースはあるのでキープしておこうと思います。はい、そんな感じでした。どんだけの人がこのビデオを楽しんで見たかは分かんないですけど、ビートルズこいつらゲットできただけでもまあ嬉しいです。聞ける状態にあるか分かんないですけど、ではそんな感じ。こんなねガラクタのレコードだけで10分近く撮っちゃったよ。はい、つまんなかったらすいませんね。ロッド・スチュワート。これもいいね。なんか。ロッド・スチュワート。確かにロッド・スチュワートはね、声が好きだなと思った気がするんで、確か、なんだっけ、We Are the World で出てた人だとしたら、なんか結構かすれたハスキーな声で歌ってた人が、確かロッド・スチュワートだったか、その人じゃないかもしれないけど、どっかで名前を聞いたことがあるのは確か。スチュワート。これもスチュワートだから、ロッド・スチュワートの、なんていうの、ベストアルバムというかオールアルバムだと思うんだよね。このまとまって捨ててあったわけだから。知ってる人いますか？
これあれだよね、 We are the World の最初のバージョンの時に歌ってた人のメンバーの一人だよね、きっとね。どう、この顔見たことありますか、ロス・チュアル。まあ YouTube かなんかで見てください、もし興味があったら。はい、そんな感じかな。まあずっとやってもしょうがない、ずっとビデオ撮ってもしょうがないと思うので。 My Fair Lady、 これ誰だっけ、なんか誰かが映画やってたやつだよね、わかんない、聞いたことある。 My Fair Lady、 あれか、オードリー・ヘップマンだっけ、わかんない、マリリン・モンローだっけ、わかんないけど、それすらわかんないのにこんなの持ってきちゃったっていうね。 Anyways、 はい、そんな感じです。はい、とりあえず、まあ床に置いてきちゃって汚かったですけど、そんな感じでした。では、光栄です。いろんなカナダではっていうのかわかんないけど、こっちではまあこういうものに、なんていうの、こういう CD とかこういうレコードとかこういうのに限らず、机とかも捨ててあって、実際このテーブルも拾ってきたもので、外に何もこっちこういう感じのものが俺の部屋になかったので、ちょうどいいタイミングで見つけて、はい、こんな感じですね。あの棚も拾ってきたやつです。まあ綺麗だったし、プラスチックの棚ね、まあまだ綺麗にしてないから使ってないけど、そんな感じでした。ではまたなんか見つけたら拾ってくるかもしれないですけど、知れないですけど、バイバイ。そんな感じでした。レコード、はい、バイバイ。